じゃあついてればいいじゃん。俺もしょっちゅう着くのは。じゃああそこに、ウトコー獲得ビクのその昔を未来直訳のように器半と切って。まずこれが大前提になった上での直線流れに見直しなんだよ。それを浅井さんここのとこふーって、文は載ってるけど、全く解釈してませんからね。ウトコーって誰だよ。獲得ビクってどういたしまして。そこ突きついてればいい。ウトコーっていうのは在家信徒でしょって。獲得ビク、ビクって書いてあるんだから、お坊さんじゃないですか。この、で、あの、恋、まさか故事を知らないわけないよねってついてないんだよね。一生暗黒論にありますでしょって。ってことは、今、あの時たった唯一一人の消防を保つお坊さんってことなんだよ。獲得ビクってのは。なんだってこれ。ケチ脈相伝を受けた唯一一人の芸がってことなんですか。その方しか消防を保ってない時代が来るって。今もそうだし、まあ、末法直覚の時はみんなそうですよ。消防を保ってる人は世界中でたった一人しかいないそのお坊さんなんだ。仏じゃないんだ。で、その方を在家の有力信徒が命がけで剣族をみんな引き連れてその奉公者と戦争を起こして守るわけでしょ。それで自分はもう完膚なきほどに傷だらけになって絶命するわけだ。その姿が未来直悪にの世に移さん時にって言ってんだよ。に直線並びに民謡上申し下して賛否が立つ。このどうなってんだこれって。浅井さん全然僧侶も大事にしないしバカにするし全然ウトコー獲得ビクのこの原理がなってないんじゃないか。もう三大行商で来るんだったらもうそこもうちょっと勉強してこいって。以上終わりって。おととい来やがれって。